レオン師匠の師匠こんにちは今日もよろししくお願いします,しします本日はちょっとローカルな話題について質問が来てましてレオン師匠は広島アジキングと呼ばれるピノキオさんと親交が長いと聞きました、うん、二人の出会いはいつ頃でどんなものだったのでしょうか という質問でございいますいやーこりゃまた一風変わった質問ではいめちゃめちゃローカルだね。<laughs> いやこた答えるけどはい出会い。なるほどね。まあこれそうだなあのローカルな人じゃない方ですよね。こ,この番組見ていただくのはねほとんどね。はい、<laughs> だから皆さん の何かしらの参考になればなという方向性でちょっとお話ししていこうかと思います。はい、はい、お願いします。はい、この質問者さんの中にのあお話に出てくる広島のアジキングピノキオさんのご紹介からちょっとしてみようかなと思うんですけども、はい、えー。小田さんという広島在住の方で、えー、僕たちがメメバリングの初期の頃に一生懸命切磋琢磨し その後ちょっとアジを選択的に釣、えー、る方法ないかって一生懸命あのー、検証研究してた頃に出会ったアングラさんなんです。はいうん、もう少しね具体的に言うとね、あのー、僕たちの集まる場所があったのねプロショップバクというお店。はいうん、なかなか素敵な釣り店の親父がいて。 まあ、20代の時にあの3年間ぐらいニュージーランドとオーストラリアの旅行した。えー、<laughs> でまあ俺たちのある種ルアーの先生でもあったのね。はい,は,いはい。そのプロショップバックという存在が一つあったのと、えー、1998、789年から2000年ぐらいまでかな。えー、と掲示板やミクシーという まあはい、まあ、そんな流れの中で、ある日、ミクシーだったか、掲示板だったか忘れちゃったけど、その自分は餌釣りしかやったことないんだけど、どうしてもルアーで目張りついたいから教えてもらえないだろうかっていう。あのは,いはいはい。レオンさんにその問い合わせというかこう。そそそうそうそう掲示板ミクシーの中ではい、はい にそういう、はい、はい、なるほどオファーがあったのよで、僕、えー、どちらにお住まいですかって言ったら、広島市内って言うから、ええ市内のどの辺ですかって言ったら、その僕らの集まる場所、プロショップバックまで、車で10分か15分のとこ住んでらっしゃって。おお、なるほど。おきいですね。そうそう、めっちゃ近いんだけど、餌釣り師さんだから、プロショップバックなんて認識ないわけや、もう、ルアイショップ。なるほど、なるほど。行くことない。 で、そうそうそう、小田さんはね、僕より一回りぐらい上のご年齢なので、もう当時すでにおじいちゃんだったんで、おじいちゃんだったら申し訳ないのかな。そうでもないか、俺が50から55ぐらいの間って一回り上だから、65、7って言ったとか、今の時代おじいちゃんじゃないよね、65とか7とか。そうですね、今の基準だと、まだまだ現役な。 まあでもあのー、まあそんな感じでおじおじおじ,おじちゃんというよりおじ,おじいちゃんの雰囲気だったらね <laughs> 失礼ながら <laughs> であのバリバリのね餌釣り師さんだったああなるほどうんあのバク教えてあげてバクでいろいろはあのお話も聞かせてくださいっつって呼んで呼んできたらもう あの実は出自が釣り人としてのそのスタートなりハマってる部分やが同じだったの僕とそれはつまり野辺竿とかですかそうそう野竿<ー>を探りついああなるほどでターゲットはメバル、はい、だからもうほぼメバルの達人でもあったのようーんもうすでにそうそう達人っていうか名人クラスだよね、うん、ところがその SNS でルアーでめちゃくちゃ釣ってるやつらがいるって見つけて うんいやもうたまらず連絡したんだって話だったの。なるほど。そう後と話簡単だよね全くのビギナーに教えるわけじゃないんで。で特にここでね見てる皆さんはねあのイメージしてほしいんですけど2000年以前ですよ1995年から90、えー、2000年にかけてははいつだかはっきり覚えてないで、ね、ごめんなさいね。その頃に小沢さんがそうやって訪ねてきてくださって「えー、じゃあ竿は?」 これを、リールはこれを、糸はこうやってって全部一式総額これぐらいになるけどどうしようって。リール安いのするサオはもう安いのにするって言ったら、いや、7万円ぐらい用意してきたからっ,つって。<laughs> おが気合が,気合いが入ってます。いいですね。僕の記憶に間違いがなければ、リールはステラで、ロットは UFM 上田の FLS64 を進めたと思うんだよね。ほう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 。 ステラはきちんからってアルテ程ランにした可能性もあるけどね。<laughs> はっきり覚えてないんだけど、そんな感じで、一式揃えました。じゃあ、どうやって釣るのって話になるじゃない。はい、で、僕は小田さんに言ったのよ。あのね、投げた時に飛ぶか飛ばんかだけの差だと思ってっあ、それは延べ竿の釣りと比較してですかおっしゃるとおり。 糸があって紙つぶしの重りが打ってあって針があってそこに誤回つけてます。うんうんうん。これでメバルつるんだよね。はい。これルアー用具でいうとスプリットショットリグじゃん。はい。で誤回の代わりにワームついてるだけじゃん。うんうんうん。まずそこをイメージしてもらおうと思ったのよ。おおなるほど。でしょってで、うん、ただスプリットじゃなくてジグヘッドつって重りが針のそばについてるよねって。うん。 おーなるほどって。お父さんこれ考えてごらん。チヌの前打ちと一緒でしょって。チヌの前打ちが分かんない、ね、視聴者の方もいらっしゃるかもしれませんけどチヌ針の根元にじんたん重りをカチャッと打つんです。でそこに糸結んでちっちゃい蟹つけて前打ちって前打つわけね。で <laughs> <laughs> 岩の上とか浅い水深の敷石の上に蟹乗っけて。 チヌが見つけてガンって食ってくれるのを待つのをチヌの前打ち釣りっていうんだよ。はい、と一緒なんだよ小田さんって。で、のざわにざ、まあにスプリットショットリーグなんだけど餌つけてエビつけたり虫つけて探る時にどうやってやってるっつったらこうこうこうやってですよねって。もうベテランさんで長いことやったらやるのか分かりますよねっ全く同じことするだけですよ。うん。ただ一つ 織田さんが、のべざおの探りの釣りで、やってないメバルの釣り方があると。うんうんうん。それは何かというと、遠くへ投げて。織田さんが、いつも行ってるメバルがたくさんいるポイントに。行ってメバルの。棚がどこなのか。うんうんうん。なるほど。棚が上の時は。のべざおは。ちいちゃい、れいこんま、二グラム三グラムぐらいのじんたん盛りでも。 5メーターオーバーの竿でヒュッて振れるよね。うん確かに。5メーターの竿に5メーターの糸がついてるから10メーター行くんだ。うん。それはもうフライと同じように0.2グラムをルアーロットで投げろ言われたら投げられないけど、<laughs> ノベ竿はストロークとしなりでフィシウッと投げるじゃないって小田さんで、メバルが浮いてるときはちっちゃいじんたんおり、メバルがそこにいるときは、まあはっきり言ってその5グラムとか。 はい、でも使うわけじゃんって言ったら「ああなるほど」って「田さんはメバルが浮いてる時には今までどうやって釣られたんです?」っったらね「ベテランなんだよこれが」「チンタンモルの一番ちっちゃいと説としてな」で虫餌をちょんがけの一匹がけにせずに短くするんだ」いつってそれで振り込んで海面に落ちたら「延べ沢でゆーっくり引っ張ったらコンってくるんよ」って,って。 おざノビザオトップウォーターということですね。そうそうそうだからあのガチのノビザオ氏は俺たちはやってた、うん、普通に。なるほど、うん。なんでやってたかって言ったら渓流出身なんだよね俺も師匠も。おああそうかっそうかで。渓流の探り渓流の探り釣りってのは流し釣りなんだよね。アップによって表層直下をでき、うん、るあの山吹の目印で。 ううんうん,うん、うん、セルトドリドとか目振りしてこうなりながらのひょーって流して沈めないじゃんボトムへはい沈める時は岩の釣る時ぐらいだよねううううんうんうん、うん雨ゴ釣る時は全部表層流すじゃないはいで海行くと流れないじゃんはい流れてる時なら同じように流せば目張り釣れるんだよ上にいるやつううんうん、うん、でも流れない時にどうするのっつったら小田さんも俺も答えは一緒で竿おって引っ張るんだよルアーの場合は竿短いからそうできないからはい トンカシリールがついてるからそのイメージとスピードでゆっくり負け釣れるんですよ。お<ー>だから現場ついてってもう小田さんくらいベテランで延長やってる人だったら現場ついてって教える必要がない <laughs> そこだけ理解して現場行ってやってくださいって絶対に釣れるからっつったらすごいよね1週間後だったと記憶してんだけど。 ありがとう、あんたたちありがとう、格闘ありがとう、店長ありがとうってどうしたんですかって言ったら、シャクメバル2匹連れたんうん。さすがベテランだよ。いはい、<laughs> 居場所知ってんのよ。うんう,ん,、うん、うん。それがあの小田さんとの、ね、出会いで2000年ちょっと前だったんだと思うんだよね。うん。で、それからね、で、今日1、2年経ったぐらいの頃だと思うんだよね、2000年以前なんだけど。 僕たち仲間内でアジをルアーで狙って釣るためにどうしたらいいかっていう研究が始まったわけ、はいうん、で大体、えー、煮詰まって、えー、やっぱ食わせ屋のところが軽くないとここが 2g も 3g もあったら釣れにくいんだよやっぱアジってねじゃあここは軽くして飛ばすためにウエイトが必要だからということで ジグヘッドスプリットとかジグヘッドキャロラ,ライナーを最初ずいぶんやり込んだね。うん、でそれはなぜかというと僕らが実験的に使っアジ釣ってた場所はねアジが釣れるディスタンスが遠かったんだよ。ああなるほど。単体じゃ無理なのよ。で、うん、そういうところでしかやってなかったの最初は。うん、どうしてもフルキャストして30メーター以上とか飛ばさないと <laughs> 食ってくれないんで、うん、だから最初はジグヘッドスプリットジグヘッドキャロが一番いいと思ってて。 でそのジグベットキャロでもせあのバス用のキャロライナシンカーって使わないわけさ。お使ってたよ、ね、お<ー>でそれを叩いて中にこれぐらいのパイプを入れてとか、うん、あパイプ入れるとあのリーダーの動きがよくなるのとあのこう絡みがなくなる。あと根掛か,かりもしにくくなるとか、うん、そんなこんなをその僕の長友である清水君っていうのが作ってくれて。 アジング用のキャロライナー、アジキャロとも言ってもいいような、えー、夏目おもりをこう叩いてこうバナナシェイプにして平たくして、で、中、パイプ通してのビニールパイプを。<laughs> それをあのメインラインに通して、で、ジグエッドつけて、で、そのリーダーのところの距離が欲しいから、そこにあの浮き止め糸をキュッて止めて、はははいはい、はいキャロとフックの間がこう、 多変でこう動かせるような仕組みのものを清水君が作ったわけね。こう半誘導みたいになってるんですね。そうそう。うん、うん、そんなこんなであのー、まあちょこちょこバックに通ってた小田さんもおわしもアジやりたいからどうするんやって言ってあのー、僕よりもその清水君が結構熱心に教えてたね。うん。で清水君が 手作作りで作ったシミキャロ、はい、シミキャロを織田さん用に軸に軸つって0.5号と0.8号と1号と3種類だったかなたくさん作って織田さんに渡してで一緒に釣りに行ってこうよーつって教えて織田さんがメバルしだったのが完全にそのアジングにはまるきっかけを作ったのは多分清水君だと思う。 広島県のね、呉市とかあのまあこっちの人じゃないとわかんないんだけどあの今でいう飛島街道と呼ばれる橋でこつながった離島群があってそっちはまあ行かなかったか倉橋とかね島とか江田島とかによく行ってたね、ま、で毎晩行くのよこの人がすごいですね毎晩行くのよ でその年の春で教えたんだろうと思うんだみんなが教えてたんだろうと思うんだけど6月頃に電話してきて「賀クさん全然アジが釣れんなったんだけどどっか釣れるとこ知らんか」みたいに言ってきて、うん、でまあね僕も投げ釣りから何からやってたんで釣り歴長いんでどこに行きゃアジがたくさんいるか知ってるわけねうん、うん、やらなくてもね <laughs> あの山口県の上関町とか、ね、長島とか あと大島郡とかね、うんまあ、とりわけ上の関がアジ魚へ濃いから、うん、上の関に行きなさいよって橋渡っていくつか小港があるからどこでも釣れる思うよっつったら遠いからわしはよう行かんって言うのよねおおなるほど遠くないよ1時間半走ればいいんじゃんって、うん、おつなんで 3, 3時間走るの普通だったから <laughs> 1>, <laughs> 1時間半って庭みたいなもんじゃないと。<laughs> でも小田さんは当時はまだそ,そこまでその,の感じじゃなかったのねその辺が距離があって、うん、でぐずるもんだから釣りたいのにぐずってるからじゃあ,つあのお俺と一緒に行こうっつって俺の車で現地まで行ってめちゃくちゃつったのいきなり<ー>それもほとんど尺味 <laughs> <ー>はまったねこっはまったこっからがすごいことだった そこから丸一年間で小田さんがどれぐらいそこへ釣りに行ったかっつったら後で小田さんに聞いた話だけど日記で、はい、日1年間で行ってる <laughs> ほとんどで行かれほとんど行って。でバックに集まって小田さんに5人か6人ぐらいでああでもないこうだ小田さんが来るたびにバーっと教えてた連中僕も含めて。はい まあ、みんなルアーのベテランなわけよその時点ででも誰一人アジを釣るのに年間300日通うやついないよ、ね、<laughs> <laughs> だってルアーマンだからアジばっかり釣ってるわけいかないじゃん、はい、春になれば渓流入りたいし <laughs> 2> で2月とか1月ぐらいになると当時瀬戸内じゃタチウオジギングが一番よかった時期で。 お指8本とか9本とか釣れてたんでそれはもういろいろやっちゃいますね。絶<対> <laughs> で <laughs> あとほら平らばなるものが世の中に出現した頃に瀬戸内で平らば通用するのかどうなのか「レオさん付き合ってやー」っつってあの今台場のテスターをしてる友達に付き合わされたりね。 まあ,あれやこれ人だから小田さんほど熱心に味取り組んだ人間はあのバクの中に集まってアジングの研究してた誰よりもそこの熱意と回数がすごかったんで、うん、俺たちの中ですごいなあっていうことででまあかんか、えー、感動しながらか、えー、なおかつ小田さんがだんだん 年,年齢もあるじゃん誰よりも年上なんだからどんどん態度が大きくなってくる <laughs> わしゃのうって <laughs> でバでクの親父が「おっさん天狗になれやがったから」って「あれはもうこんだからピノキオと呼ぼうや」って言い出してで俺たちザックバラんだ連中の集まりだから、うん、本人が来てもう言うわけよ。うん 小田さん、来た来た、こっちょいで、こっちでって56人たまってると小田さん晴らせて「小、ね、田さん今日からピノキオって呼ぶからねっな」って「なんでや?」小田さんこうなっとるじゃん」って言ったら「小田さんもいいよねおっそれいいのよしわしは今日からピノキオだ」って言い出した <laughs> それであの、ピノキオさんって呼ばれてるそうアリキングピノキオさんまあこんな出会いからしてこんな流れだねでみ仲間うちの中でえー 誰よりもよく行ってたからあのどんどん広島の中でアジングをしてる人の中で有名になっていったのは間違いなくて、うん、もう一つ僕があの当時はア、えー、ルアーマガジンソルトさんに連載持ってたのでそこでそのずっとメバリングでやってたんだけどアジングをね広島から発信してて僕も発信する土俵に立たせてもらってたんで。 ルアマカさんがアジやりましょうって言い出して、はいうん、あこれチャンスだなと思って、じゃあちょっと企画すると、もう僕らのアジングは完全に完成して、近未来の釣りを俺は個人的にはやってるから、あのタンデムでやらせてほしいっつって、ほっど、どなたですかって言うから、広島のアジキング、ピノキオさんだっつったら、知ってたよ、編集部が。 おおすごいねピノキさんも有名だってとってねブログでも有名だねだいぶ人数増えてたしでピノさんに、えー、ワームリーグでやってもらって僕は鉄頭鉄尾、えー、小型メタルバイブでやるとほほほうおうおう,おうで超華の差を見ようやっていう企画どうですかっつったら編集部に乗ってきたのよお釣り対決ですね、うん、オルトピノさんの えー、2人とも初めて行く場所を選んだの。山口県のある離島なんだけど、俺も行ったことなかった。そこ行って対決っていうのを取ってもらったんだよね。お<ー>いやものすごく楽しかった。すごい釣れたしね。うん、ちなみにで、レオンさん、釣果どうだったのえっ、ー、とね、本当、明確に覚えてるよ、えー。ピロさんがね、58匹だったから、確か。うう <laughs> うんんん で俺が50ジャストぐらいうん,うん,、うん。メタルバイブだけで50。でピノさんが58。で、さすがに、えー、ジグエイトスプリットだから、結構でかいのもつって、アージュのね、36だったと記憶してるんだけど、でかいのつった。おおいいですね。で、メタルバイブのせいなのか、たまたまなのか、俺にはそんなでっかいのつれてない。でも、尺前後はたくさん釣れた。 うん、でピノさんには釣れなくて俺に釣れたのは50センチのチル <laughs> <laughs> ボトムへメタルバイブを落としてそこからプロップラップラッ釣れ下げてまったらガンチーン言わしてなな何が釣れたのって言った50センチのチルだったりとか <laughs> まあなかなかあのワームリグの違いとメタルバイブの違いで何、えー、だろうな釣れるタイミングのピノさんが沈黙してる時に俺だけ釣れたり。 で、その曲だったり、うん、あの、ゲストの種類もちょっと変わったりでね、非常に面白いツリーできましたね、うん。まあ、そんなこんなかな、そっから先はね、僕が基本的に徐々にそのアジングに行く回数少なくなった。ほうほうほうあ、メバルのとかになっているわけですよね。メバルがますます忙しくなったのと、うん もうあのあの頃から気分が旗に向かいだしたな、旗に。ああ、なるほど。えっとね、きっかけはね、えー、ブリーデンサウンドの P スペシャルなんだよ。ああ、ペスペが。ペスペの八五と九三作ると、必然的に遠くへ飛ばせるようになるじゃん。はい、そしてメタル丸をぶん投げまくっていた。メタル丸投げたよね。そうよ。そうですね。 とととりわけ魚かハタとかよく釣れるんだよ、ね、あ<ー>もう気分が一気にそっち行っててもうアジング個人的にね、うん、あアジングやってる暇なくなった。うん一方ピノキオさんはあれから20年経つ今でも釣りに行く時アジしかほぼ釣りに行かない人なんだよ。<ー> <laughs> 素晴らしいですねその一魚種をこう。<laughs> 追い求める熱意とだから、えー、まあね、うん、まあ全国的に有名でなくてもねもう全国紙に一回誘って出てもらったし一つはその全国に広まったアジングという文化と釣りのジャンルの歴史の中に、うん、あのピノキオさんっていうのが存在したのは間違いないし、うんえー、僕の友達のシミーちゃんが作った 味専用のキャロライナーであるシミキャロが小田さんがあんなに頑張ってるんだからこれはシミキャロじゃダメだとピノキャロという名前にしようってってバッグでみんなで言い出してうんこれ小田さん今後はピノキャロと呼んでねみんなも呼ぶからってなったのうんなるほどどっかのあのあれだよリグのメーカーさんが今でもピノキャロって作って販売してんじゃないかなおお<ー>製品化したからね <laughs> <laughs> まあ、そういうアジングのね、黎明期から初期の歴史の中に、あのー、広島では特にそのピノアジキング・ピノキオさんという存在は歴然と歴史の中にあったなぐらいで、ね、うん、全国の皆さんは受け止めてく,てくださったらいいかなと思います。そなななとこでいいいかかかかががしょうや聞くことがないその 違う方面らのそのレオンさんの昔の話、面白かったですね。ううん、何にしても、あとそのレオン師匠もそうですけど、お二人ともですけど、やっぱそのタフですね。タフっていうか健康健康だし、熱意もあるし。まあ、行っちゃってるからね、こ,この向、ね、<laughs> 魚 <laughs> いや9名もお二人ぐらいの年になってもそれぐらい釣りに行けるように頑張ろうと思いました <laughs> いやでもね改めて今ピノさんの話して思ったんだけど <laughs>、はい、あの20年前つまり俺が55の時だよね、えーえー、今75だからでピノさんがね12か13上なんだよねうん55たす13た68じゃんはい 俺が68で年間300日釣りに行けるからさ行けないよ。<laughs> あれ、化け物だよ。<laughs> だから、アジキングの名前にふさわしい。おなるほど。化け物だもん。上手下手じゃないよ。あの人は頂点にいなきゃいけないよ。んそ,そんだけやるこぶ人間いないから。うんうん、だから、その確かにさ今のね、バリバリとんがって本気であのアジングをやってる若手に比べると、 俺とかピノさんはあの最新の技術は持ち合わせてない。うんないけどもっと根源的な太い技術は持ち合わせてるんだよ。最後そこせ紹介して終わろう。はいひひぜひ0 5号の夏目盛りを叩いてパイプ入れて入れたようなピノキャロと呼ばれる進化があります。はい、でこれビニールパイプがついてるからフロロなりピーなりを入れていってでリー そこからリーダーつけるなりして、ここへ浮き止め糸を巻いて、キュッて止めて、ではい、こ、はい、でこから先はリーダーで針がついて、ワームがついてるわけ。うん、ピロさんは二十数年前から今に至るまでずっとピノキャロらしい、どうやら聞くと。えー、でもう14、五5年行ってない、俺一緒に釣りを。14、四5年前に一緒に行ってた俺りは感,感激したことがある。はいはいはい あの技術的なもので、はい、<笑>,わ笑ったのと感動したのと両方なんだけど、はいえー、68ストレンジとか83ディープとかあの汰をプロデュースして、はい、あのピノさんあんなに頑張ってるから、まあ、ストレンジやらなんか、まあ、贈呈したわけだ沙はを、い、ずっと使ってくれてたよ俺がプロデュースしたサ汰をめちゃくちゃいいのって言いながら、うん、で遠くへ飛ばしたい時に83ディープにピノキャロ入れて えー、先に結んでるジグヘッドが1ムぐらいなのね、はい、当時コブラ29というの1ム1 2ムかを結んで8サンドップという割とごつい竿で今のアジングロッドと比べたらもう重量が3倍4倍あるような竿で <laughs> バーン投げてで0 5ムの進化着手させてこうジャークジャークジャークからテンションフォールなんだよねでねでまた。うん お来たよっしゃーまたビューン投げてジャークジャークテンション起おきたってやってんだけどああ流れるようにリズムカルに釣ってコンスタンスに釣ってさすが毎日300日も来る人だけやって素晴らしいな無駄が全くないなと見ててねあることに気がついたんだよ。はい、びっくりするよ。本人は当たり取ったって言ってんだけど、はい、当たり取ってない こ,これ名人の証だからねはい竿とか手にコンとか感じて合わせてない。へえ<ー>。だって合わせる動作がないんだもん。<laughs> ピノキャラ投げました、ボトム取りました、ジャーク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 。で、止めて待ってるからテンションボール、あのカーブフォールしてるよね。はいで、次のジャークって言った時にかかってて。このジャーク、ジャーク、ジャークからカーブフォールで。 味が食うリズムをもう五感で全部覚えてるわけ。お<ー>当たたりりを取る必要がないの彼の釣らじゃあもうなんかキャストの位置とかその棚とか含めて完璧にもう再現性が高まりすぎてて<っ>当たりを取る必要がなくなってる本人は理屈でそこまで考えないタイプの人だから当、はい、た,あたりを取っ,後で言ってるのよ当たってないです。 <laughs> ジャークジャークジャークフォールアジが食いついた瞬間に次のジャークしてるとあ当たったって当たったじゃなくてこうジャークした時にグッとかコンとかなるじゃんか重みがあるから、うん、だから当たったって言ってるだけでそうじゃないのよカープフォールするワームにアジが来て食わた瞬間に次のジャークに移ってるいつも俺そばずっと見てたら分かるもん普通は。 カーボール、カーボール、カーボール、味が加えたら、あって合わせる動作が入るもんなのよ。うん。そうじゃないんで、ジャーク、ジャーク、ジャーク、フォール、ジャあジャークのジャで、アシッって言ってんのよ。おお<ー>これはね、悪口言ってんじゃないよ。すべてが完璧に言ってる人じゃないと、あんなことできない。おおなるほど。誰よりも早く釣るんだから。 そう、あそこにね、やっぱり通いまくって年間300日を10年も15年も続ける人の凄み。うみ、うん、あれがね、名人の凄み。で、あ,のー、あんな魚種、こんな魚種に心奪われてうろうろしてるプロアングラーにあんな真似できません。<laughs> <laughs> はい、<laughs> 少々長くなりましたが、こんな思い出話でした。いや、うん、面白かったです。 うん、あの視聴者の皆さんもぜひこのお話面白かったよと思ったら、うん、この動画へのグッドボタンとあとチャンネル登録もお願いいたします。ではりょン氏を今日もありがとうございました。はいいありがとうござまましたたじゃあまたね